ここからはプロの漫画家になりたい人のためにお話をしていきます今回はコマ数を減らそうという話をしたいと思います1ページに収めるココママのの数数数漫画を描くく初心者さんはが数数が多くなりがちですそうなってしまう理由はセリフに頼らず絵だけで状況を説明しようと思ったらあれもこれも書かないと伝わらないんじゃないかと思ってしまうとか1ページの画面 構成というものを考えずにストーリーを思いつくまま1コマ目2コマ目3コマ目っていう風に順番に書いていくからそんな風になってしまうとかそもそも1ページに何コマ書けばいいのかわからないとか理由はいろいろあるんですけども例えばこの透析兵さんの漫画も1ページに10コマ書かれているんですがコマが多くなるとまず単純に 書くのが大変になります一コマが小さくなってしまうのでちっちゃい箱の中に背景とか人物とか高画線とかいっぱい書かなくちゃいけなくなるので作画が大変だっていうことですね。それから見せ場が小さくなってしまううとということです例えばこのページであればこの左下のこのかわいい女の子が一番の見せ場になりますよね。だけどコマ数が多いことで見せマまでも小さくなってしまうと。なので 漫画のインパクトや迫力というものがなくなってしまいまいすインパクトや迫力がなくなくるとどうしてダメなの別にいいじゃんと思う人いるかもしれないですけども理由は他の漫画に負けるからです漫画家になろうと思ったら投稿もしくは持ち込みという形で漫画賞というものに出すことになる人がほとんどだと思うんですねその時に編集さんは自分の漫画だけ見てるんじゃないんですよ漫画家になりたい少年少女っていうのは沖縄から北海道まで 全国にいて全国の漫画を描きたい漫画家になりたいという若者たちが東京の出版社に作品を出してくるわけですよね多くの漫画家は漫画賞というものを受賞して漫画家になるんですけども他の漫画と比べられるわけですよ比べられてその中で大賞とか佳作とか努力賞とかって決められるわけですよねその時にコマが小さくて絵に迫力がなかったら迫力がある漫画が他に来た時にそのライバル的に負けてしまうんですねだからあんまり 小さくなってしまうっていうのは戦い方として不利って言ったらいいのかな <laughs> これは漫画家をやってきた自分の視点なのかもしれないけど漫画を描いてる人は自分の漫画しか見てないから これが全てだと思うんですよ。だけど、プロになろうと思ったら、自分の漫画は競争させられてるっていう意識が必要なんですね。このストーリー漫画の場合は、見せ駒が小さくなるっていうのは僕は、戦い方として不利だと思います。で、今、漫画賞受賞、持ち込み投稿って話をしましたけど、Web で漫画を出してる人とか、同人誌の人もやっぱり同じだと思います。ちまちまちっちゃいマで、キャラクターがわかりにくい漫画よりも、ドーンとかっこいいキャラとか、かわいいキャラが、バーンってインパクトがあって、 大きく書かれてる作品の方が目につくと思うし記憶にも残るしそうしたらそれを読んでる読者もたくさんいいねをつけてくれたりとか同人誌だったら買おうかなっていう気持ちになってくれると思うのであんまりコマが小さく密集してるっていうのは僕はおすすめしてないですあともう一つ自分の漫画は読者の手元に届くときは小さく縮小されて届くっていうことを考えて書かなければいけないということです例えば漫画家の原稿は B4 サイズって言って すごく大きな紙で描かれるんですね実際にはこれぐらいの紙で描かれますもうカメラに入らないぐらいですね漫画用の原稿用紙の大きさなんですけどもこれで見るとすごく大きい絵に感じるかもしれないですけども実際の漫画って単行本になったらこれの4分の1になるんですよ だから、4分の1に縮小されても、読める絵、読める文字っていうのを考えなくちゃいけないんですね。決してこの原寸で読者の手元に届くわけじゃないんですよ。ベムもそうです。スマホで漫画見てる人も多いと思うんですね。スマホの画面ってこんなんじゃないですか。この中にさらにコマが割ってあるわけでしょう。だから、読者の手元に自分の漫画が届く時っていうのは、書いてるよりももっともっと小さくなるんですよ。 そのことを考えたらあまりにもコマが密集していてゆとりがない原稿っていうのは僕はおすすめしていませんではどうしたらコマ数を減らすことができるのか今僕のこの話を聞いて「わっそういえば私の漫画も1ページに10コマぐらいあるいやいやもしかしたら15コマぐらいあるかも」とかって思って聞いてる人もいるかもしれませんだけどコマ数って減らすの難しいですよね どうやったらコマ数を減らせられるのそんなハイドさんは漫画はセリフに頼るな。じゃあ絵で描こうとしたらコマ数も減らせ。一体私たちはどうすればいいの漫画描くの難しすぎるって思いながら聞いてる人もいると思うんですけど、いや本当まさにその通りで難しいと思います僕は漫画描くの。なので僕はこの動画でコマ数を減らす3つのコツを お伝えしたいいと思います一つは2つのコマを1つにできないかっていうことを考えてみてください。漫画は本番の原稿を書く前にネームというものを書きますよねネームができたらすぐに原稿に取りかかるのではなくてもう一度自分が書いたネームを読み返してほしいんですね。その時に 2つののをを個にでできないいいかってててうのを考えてみほてしいんです例えばこの漫画であれば1コマ目と2コマ目これは1つにできるなと思いましたコンビニエンスの外から入るのではなくてお店の中から描いて慌てて猫缶を買っているという様子を自分で探さずに店員さんに猫缶くださいっていう風に飛び込んできているこんな風に書くことで主人公が 今急いでネ猫眼が,が欲しいんだなっていうことが分かりますよねコンビニっていうことはお店の中の背景を書けば例えばレジ台だったり商品の陳列棚であったり店員さんを描くことでここはお店の中だっていうことを分かってもらいます分けたコマを1個に合体して書くことはできないかなというふうに確認してみてください 二つ目重複している駒や同じようなことを繰り返している駒はないかなっていうのを見てみてください例えばこの漫画であれば7コマ目と8コマ目これは似たような絵が描いてありますよねなので僕はこの2つのコマは1つのコマにまとめました読者は似たようなシーンが何度も何度も繰り返されると退屈してしまいます皆さんもそんな気がしませんか 例えば同じ話を何回も何回もされたらその話前に聞いたわって思いますよね。ないですか学校の先生とか同じことを言ってるそれ前に先生聞いたよとかお母さんとかお母さんそれ前に聞いたわとかってないですか。同じことを繰り返されるっていうことはストレスなんですね。だからこれも歩いていったということはわかるんですけれども どうしても2つに分けなければいけないかっていうことを見てみてほしいんですね。どうしても2つに分けなければいけないというシーンは2つに分けてもらっても構わないですし、あえて似たようなシーンを繰り返すことで面白さを出す効果なんかもあると思います。そういう場合は例外なんですけども、そうでなければこれ1個でも意味わかるよなっていうものは1つに まとめてください3つ目そもそもいらないコマはないかどうか確認してください無意味なコマ無駄なコマ必要ないコマまで書いてしまっていないかどうか例えばですが僕はここの9コマ目これを丸々消してしててままっていますなぜならこのページで伝えなければいけないことは主人公に猫の化身である少女がついてきた。 っていうことを伝えなければいけないわけです。家に着いたかどうかはあんまり重要ではないというか次のページでも構わないことなんですよね。少女が着いてきたっていうことを気づくのがこの階段でなくてもいいじゃないですか。例えば道で気づいてもいいわけだし玄関先で気づいてもいいわけですよね。だからこのコマはあまり重要ではない。それよりも読者が興味があるのは この女の子と少年が出会うこと早くそこに行かないとこのストーリーはそもそも始まらないわけですからなので僕はこのココママはなくててもいいコマだと思って消しましまたそれでも意味は十分通じるし無駄なコマを省くことでスピーディーにストーリーが展開していってテンポが良くなったと思いませんかコマの数を減らせばいいことがいっぱいあります。 一つのコマが大きくなって絵が描きやすくなります見せコマが大きく描くことができます読者の呼ぶストレスを減らすことができます漫画原稿を書くときはできるだけ一ページのコマ数を減らす一コマでも減らすそれを意識して書いてみてくださいそうすることでストーリー構成力や演出力がつきます自分の原稿がすっきりして もっっっとプロっぽいい画面になっていくからね今言った3つのことは今すぐ簡単にできることだからやってみてくださいあなたの漫画はもっと面白くなります僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています是非チャンネル登録をよろしくお願いします漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いしますこの動画はハイドチャンネルがお送りしましまた